はい、どうもラッキーです。今回は、援護兵で MG15 を使ってやっていきます。今回やっていくモードはウォーピジョンですね。僕の中でも、まあ結構プレイしていない方のルールではありますけども、今回ウォーピジョンやっていきます。まあウォーピジョンね、結構ハトを落とすのが割と重要。ということで、今回制圧能力が高い MG15 を持ってきたというわけですね。あれ？こっち、僕らの方が近いんじゃない？あえて、ハトを行かず、プレイヤーをキルしに行こう。同じこと考えてる人いる？あー、これ以上の連キルは、ないか。ハトをちょっと援護しに行こうか。危ない危ない危ない。いやー、ちょっと、そっち行った方が良さそうだね。マジ？やばい。マジかー。今のリューペットうまいと思ったんだけどな。よしよし、ナイスナイスナイス。あとは飛ばすだけというわけですが、まあ、ジャングルマップ割と、開けてないから、落としづらいかと思う。多分。その分、確保したもん勝ちな部分あるのかな。ここのプレイやったか。やったっぽいかな。よし、飛ばした。ナイス。メッセージ送信完了。オッケー。いいね。幸先いいぞ。どんどんどん。これは味方だよな。よし、そっちだね。ちょっと下がるか。どこどこどこ。あんまりウォーピジョンやってないからな。このマップとかもね、場所が違うと、まあ要はコンクエじゃここ使わないよねって話なんだけど。あー、きつい。おー、ナイス味方。オッケー。もう、鳩に執着心がなさすぎてやばいね。こういう人のことを、キル中って言うんだよ。っていう。どのモードでも、まあ、キルをすればいいと思ってるねっていう。大事よ。大事大事、キルは。防衛って大事だから。まずいまずいまずい。ちょっと待って、逃げれない。わあ、こっちから来そうだよな。待って、こっちに逃げんのちょっと間違った気がする。で、完了までちょっととりあえずここで時間稼いだ方がいいんじゃないか。飛ばすのはね、外じゃないとあれだけど。割と味方リードしてるっぽいね。なんか1個目だってリスポーン地点的にも有利だったもんな。ナイス。次のハトリスポーンの予知能力。いや、こっちかな。ここら辺、どうでしょうか。これさっきは使ってないでしょ、多分。ハト、できればね、捕獲したいから。OK？ どう？そっち行っとけばよかったな。そう、2択だったんでね、そっちかこっちかっていう。悔しいね。まあ今回あっさり勝っちゃいそうだな、このまま。どうでしょうかね。このルールも言うてね、すごい長丁場になる時もあるんだよね。落とし合いみたいな。ハトの落とし合い。確保。敵がもういない。敵がもういない。仕事がない。ハト結構前線行ってるな。あー、落とされた。落とされたんじゃねえや。キルされたか。ちょっとまずい。数的にやばいな、これ。やばい、これ死ぬか？いやー、今の、かー、ダメなんだね。だいぶ悔しい。来てるぞ。あ、スキップしちゃったよ。ハトの近く来た。オッケーオッケーオッケー。これはもうやるしかないぞ。あー、それじゃあキルできないか？
よしよし、ナイスナイスナイス。あとはハト頑張れ。ハトに関して何にもアシストしてない気がするけど、まあキルをねしてるってことは多分防衛できてるんでしょう。どうだろう、まだか。ちょっとやりきれないの多いな。裏怖い。よし、ハト飛ばした、ナイス。落とされないかな。完了、マッチボーナス完了。マジで早いな。ちょっと今回早いね、だいぶスピーディーな試合展開だったね。この試合が終わってもなおこのね最後キルするまで戦う感じ。あ、言うてでもっていうね。まあ、歯と絡んでない割にはちょっとスコア取れちゃったかなみたいな。あ、微妙だったな。なんとも言えない感じでしたけども、今回はね、ちょっと短いですけども、終わりしたいと思います。そっか。オピジョンでもそんなになんかでも人気ね。まあ、今までとね、変わった作品だからね。っていうのはあるんだけど。というわけで、ラッキースター、チャンネル登録、コメント、評価お願いします。I'll be back!